岐阜県美濃市。去年この地で生まれた伝統的な和紙本美濃紙がユネスコの無形文化遺産に登録され、世界から注目されています。そんな中、今海外で大人気となっている商品を販売する店があります。紙の仕事。店内には水打ち輪からクッションまで、和紙で作られたバリエーション豊かな商品が並んでいました。その中に様々な雪の結晶をかたどった商品がありました。スノーフレークといって、霧を吹きつけるだけで簡単にガラス窓に貼ることができるもので、デコレーションを楽しめます。綺麗ね。いろいろあるか。実はこれが海外で大受けなのです。2010年に海外向けに販売を始めると、ヨーロッパを中心に注文が殺到。現在22カ国で販売し、年間3万セットを売り上げる大ヒット商品となっています。こちらはスノーフレークを作る工房。和紙には楮、三つ又、雁皮っていう植物が使われるんですけど、スノーフレークには楮を使っています。楮は繊維が長いので、スノーフレークみたいな雪の結晶の形になった時に縁の毛羽立ちとかふわふわ感が出るので、楮を元にした和紙の原料をスノーフレークの型を乗せた竹簀を使い、伝統的なやり方で漉いていきます。そして同じように漉いた2枚の紙を慎重に重ね合わせ、竹簀を剥がすと、そこに雪の結晶が現れました。少しでもずれるとくっきり感がなくなってしまうので、ずれないように合わせていくのが難しいです。これを半日天日干しするとスノーフレークの完成です。こんにちは。この日工房にやってきたのは、紙の仕事を運営する家田志向の社長、家田学さん54歳。スノーフレークの方は家田志向が提供しています。ロシアに伝統的にその紙を切って、そのスノーフレークの形にしたものをガラスに貼るっていう習慣がもともと存在してまして、でそれを要するに日本の和紙に置き換えて水で貼るような形にしたんですね。光が当たった時の透過光の乱反射がどんな人が見ても美しいというふうに、日本人だけじゃなくて世界の人も多分それを美しいと思うと思うんですね。岐阜市にある家田志向の本社。創業はおよそ130年前の1889年、従業員数14名。創業以来提灯に使う和紙に絵をつけて全国に卸す事業を展開してきました。そして現在では人の手による伝統的なやり方だけでなく、パソコンを使ったデザインへとその技術を発展させています。コンピューター化を省力化のために一番最初に目指したんですが、スノーフレークの型っていうのは実はうちの印刷の流れの中でほとんど同じ工程で持っていけるんですね。もともとはその提灯の製作業務を合理化しようと思って作ったシステムが、そのままスノーフレークに流用できる。10年前に5代目の社長となった家田さんは、100年を超える歴史の中で初めて提灯以外の事業に乗り出しました。一体家田さんはなぜ新たな挑戦を始め、何が成功への分岐点となったのでしょうか。ターニングポイント。バブル崩壊前の頃の売り上げというのは、うちの会社の長い歴史の中で一番ピークだったんですね。やはり、その頃約2億6000万ぐらいあったんですが、いわゆる提灯用の原紙だけっていう観点で見ると、現状では約半分以下になってる。次の新しい何かを模索しなくちゃいけないっていうような状況だったので、
B2C に向けた商品を作るというようなことを考え始めた。いやもう最初はもう全く右も左も分からなくて、いわゆる消費者向けのコンシューマー向けの商品なんていうのは作った経験もない会社だったので、日本人の中だけでものを考えるのではなくて、まあ、外国の人間の意見を聞いて商品を作るということが一つの方法論に、解決の方法論になるかなみたいな感じで、ロシア人の女性に和紙の工房を見てもらって、それで商品を作り始めたのがスノーフレークに行き着くきっかけになっております。再び紙の仕事、飯田さんが私たちにあるものを紹介してくれました。こちらが今一押しの新商品です。ミノの本ミノを使って、作られている折り紙のアクセサリーです。パリの中にですね、折り紙でいろんなものを作って作家として活躍している女性がいっぱいいて、実は日本のその折り紙の伝統文化がパリの中で随分いろいろ支持されて、いろんな形で展開している作家たちに、新しいより創造性のある紙として、素材提供するような市場も開拓できないかなというふうに考えています。で、まあ、合わせてこういったものも販売したいなっていう。今年の秋にパリで開かれる展示会で海外に向け初めて披露する計画です。紙1枚を売ろうと思うととても高いので、小さくしていこう小さくしていこうということで、紙を切って小さくしていって、グリーティングカードなんかも作ったんですけども、なかなか厳しくて売れないと。で、そういうことで試行錯誤を繰り返して変化をしていくことによって、最終的にスノーフレークのところにたどり着いたというか、やはり伝統を守っていくことと、その変化をにチャレンジしていくってことがとっても重要だなっていうふうに思っています。ライフスタイルの変化や安い輸入品に押され、伝統産業の火は消えそうになっています。また売れる商品として世の中に提供していかなくては、事業として存続することができません。一方で日本の食文化や和紙、そして歌舞伎などの伝統文化は国内よりも海外で高く評価されブームとなり、その価値が認められているのが現状です。ご覧いただいた飯田社長は、逆境に直面する中でヨーロッパの展示会に活路を生み出そうと試行錯誤を重ね、ヒット商品を生み出すことに成功しました。環境の変化に立ち向かい、強みを生かせる海外に目を向けて、突き抜ける発想で商品開発したことが成功への分岐点になったと言えるでしょう。